こんにちは、素直サイズ、なおです。今回はご報告です。一週間で靴下、最低一足っていうチャレンジ中なんですけど、二週目、メモリーズの11003とずんだ単色の 50g UN01 のオパール毛糸を使って一足編めました。片方はつま先、かかと、足首、履き口がずんだにして、もう片方はこんな感じです。つま先からつま先をずんだにするのをやめて、かかとと履き口だけ単色っていう、またね、片足ずつちょっと違うっていう靴下を編んでみました。前回はね、かかとの色をだけ変えたオレンジのメモリーズ、ピンクのメモリーズはつま先をちょっとね変えてみました。こんな感じで、ね、遊んでいます。無事に、ちょっとね、ギリギリだったんですけど、なんとか2周目もクリアできました。無事成功ということで、こちらね、楽しく、ギリギリでしたが、楽しく編んでいます。意外と、グリーンがね、多めに入ってたので、全然違和感がないんじゃないかなと勝手に思っていますが、なのでもっとね、違う合わせにしてもきっともっと可愛くなったりかっこよくなったりするんだろうなーって思いました。ということで2週目は終了です。で、3週目を何で編むかっていうのでお話しながらね、今回の動画を進めたいと思います。一緒に、靴下を編んでる方、一緒に編んでもらえたら嬉しいです。3週目はね、この糸を使いたいなと思っています。腹巻き帽子をね編んだんですけど、こちらの秋のささやき11253で、靴下すごくね可愛いので、私もこんな可愛い靴下が欲しいなと思って、ちょっと続けてこの糸を編んでしまいたいと思います。残りが約 56g ぐらいなのでね、靴下余裕で編めるかなと思います。私が好きな丈はちょっと短めなので余裕で。そして、単色をちょっとね、パリッとさせたいなと思って、こちら。この元気なピンク5194、こちらをねちょっと合わせてみようかなと思います。私にしては珍しいかなと思うんですけど、きっとね、腹巻き帽子では紫を拾って編んだんですけど、靴下はねちょっと元気な色にしたいなと思って、こちら合わせて編んでいきたいと思います。
つま先、これかな。ちょっとね、うまく出るかわからない。うまく出ないかな。編み始めながら少しお話をしたいなと思います。ですね、久しぶりに、ちょっとね、週末、体調を崩してしまいまして、倒れていました。風邪じゃないと思うんですよね。おお、いっぱい出た。たまにあるんですけど、多分お天気のせいだと思うんですけど、ちょっと糸端が見つからなそうなんで、ちょっとね、一回止めますね。お待たせしました。待ってないか。ちょっと巻き取ってきました。編みながら。ですね、久しぶりにですね、ちょっと重なっちゃうかもしれないけど、久しぶりにね、体調をちょっと崩してしまって、言ったけど、風邪じゃないと思うんですけど、ちょっと本当にね、わからないんですけど、多分お天気のせいだと私は思っているんですけど、土曜日ね、お仕事行って、で、お仕事の途中で、なんか軽く頭痛がする気がするみたいな感じになって、ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、2、4、6、軽く頭痛がする気がするみたいな感じで、もう薬を飲むほどじゃないけど、ちょっと体調が悪くなりそうな気がするなぁみたいに感じて、で、ちょっと糖分を取った方がいいのかなぁなんて思ってね、缶のココアを買って飲んで、でもなんかあまりすっきりっていうか、ほっとしなかったんですよね。ちょっとチョイスを間違えたかなって思いながら、残りのね、お仕事をこなして、時間になって帰るときに、ちょっとあんまり良くない気がすると思って、ちょっとね、吐いちゃうんじゃないかなって思って、ちょっとお食事中の人がいたらね、違う、何も食べたりしてない時に聞いてほしいんですけど、ちょっと、そう、吐いちゃいそうな気がするって思って、ちょっとビニール袋をポッケに入れてね、念のため、自転車でとにかく帰らないとどうにもならない。一応ポケットにビニール袋を突っ込んで、そのままお家まで頑張って帰ったんですけど、まあなんとか家には着いて、で、お昼時にね、家に着いたんだけど、母が「お昼どうする?」みたいに聞いてくれたんだけど、もうね、食べる感じじゃなくて、いや、ちょっととてもじゃないけど食べれないとかって言って、なんか吐きそうな頭痛がするとかって言ってね、ちょっと寝るねって言って、
そのまま寝ちゃったんですね。気持ち悪いから寝れないかなって思ったけど、なんとかうとうとして、何時間ぐらい寝たんだろうか。3、4時間寝たのかな。なんか何の頭痛かわからないんだけど、もう胃が動いてないっていう感じがして、だから薬を飲んでも効かないなと思って、飲んだら吐いちゃいそうだから薬も飲めないし、とにかくこうなんかどうにかなるのを待ってたんだけど、全然治んなくて、もうどんどん気持ち悪くなるだけで、って思ってたら夕方かな、3、4時間寝て起きた時に、母からね、雪が降ってきたよとかって言われて、なんか見ることもできなかったんだけど、外を走る車がね、なんか濡れた雪を踏んで走っていくような音が聞こえて、で風もなんかすごくて、暴風雪みたいな感じの音で、関東なんですけどね、そういう、こう荒れたお天気っていう感じで、もうすごい風がとにかくひどくてっていう感じでした、私がちょうど起きた時で。またあ、じゃあお天気のせいでこんな風な具合が悪いのかなーなんて思いながら寝てたんですけど、全然良くならなくて、でまたちょっと寝て起きたら、あ、もうダメだと思って、おトイレに駆け込んでね、吐いちゃったんですけど、それをね、3、4回繰り返して、で食べてないから出すものないんだけど、水を飲んでも水が出ちゃうみたいな感じで、本当にね、なんか急にどうしたんだろうっていう感じでした。でも時々そういうなんか胃が動かなくなっちゃうみたいな時があったので、あ、またあれかっていう感じだったから、なんかもう本当に時が過ぎるのを待つしかないっていう不調の日がね、まれにというか何ヶ月かに一回あるんですよね。で、もう天気のせいかなと思ってるんですけど、気圧とかの乱れで体調が崩れちゃうのかなと思っているんですけど、なんか気圧用の耳栓とかも先日ね買ったんですけど、もうなんかそう荒れてからじゃ意味がないんですかね。なんかちょっと取りに行くのもできなくて、結局その気圧用の、ね、耳栓をするっていう防御はできなかったんですけど、あれは効くんですかね。結構気圧に弱くて、電車がトンネルに入るだけでも耳がねバーンってなって、うーっていう感じになるんですよね。だからかなーって思ってるんだけど、結局でもうご飯も食べれないから、ご飯もいりませんって言ってもうとにかく寝続けて、ひたすら寝てました。でもうなんかこう本当にどうにもなんなくて、気持ち悪いからもうずっとうーんってうーんみたいにうなってましたね。で結局土曜の
夜はそんな感じで、何にも、もう起きていられなかったっていう感じで、日曜日の朝もあんまり良くなくて、なんか結局ね、何も食べる気にはなれなくて、朝も何もいりませんって言って、なんか水分はね取るようにしてたんですけど、日曜日も、もうとにかく寝るっていう寝て寝て、もうね、あとちょっと、対策的には母がね湯たんぽを出してきてくれて、足元は湯たんぽで温めて、でちょっともう胃がどうにもこうにも治らなかったから、吐き気がね収まらなかったので、あのアイスの保冷剤ね、保冷剤で胃のあたりをちょっと冷やしてたら、やっと吐き気が収まったっていう感じかな。日曜日もうね、吐くものもないし、あの落ち着いたのかと思うんですけど、お天気もね落ち着いてたし、でもすっきりはしなかったから、あのちょっと食べることはしなかったんだけど、飲み物だけはねちょっと脱水になっちゃうからね、水分だけ取って、で風邪じゃないなって思うのはね、あのお腹は下さなかったんですよね、全然お腹の方は普通に緩くなったりしなかったから、風邪じゃないなって思ったんですよ。胃腸炎とかでもないなと思って。っていう、あの、で、結局、日曜日の夜にやっと復活というか、まあ、なんとかご飯が食べれるかな。ほんの少し、みたいな。ほんのちょっとご飯食べれるかなみたいな、ちょっと汁物で流し込むみたいな感じになって、あ、でもお昼か、朝ごはんに おかゆを炊いてくれたのの上積みを飲むみたいなことをしたかな。今までもねよくあの時々なってしまってたですけど、やっぱりね、あの実家にいるとね、あの何か食べなきゃダメだよって言って、あのお粥を作ってもらったりしたんで、ありがたいなと思いましたね。食べれなかったけど、本当に上積みだけすくって飲むみたいになっちゃったんだけど、一人暮らしの時はね、あの本当にもう食べるのないから、白湯を飲んでみたいな、とかお砂糖を溶かしたお湯を飲むとか、なんかそんな感じで、だと時々ね、あの本当に仕事場のお姉さんとかが気がついてくれると、なんかリンゴとか買って届けてくれたりとか、うどんとかね、あの連絡くれて、あのお家のドアノブに引っ掛けたからとかって言って、なんかそういうこともありました。助けてもらうこともたくさんあったんですけどね、今は母がね面倒を見てくれてありがたいなと思います。こんな感じでちょっとだけ体調を崩しちゃったんですけど、まあ、風邪ではないので、ね、あの月曜日
には、まあまあほぼ復活っていう感じで、編み物もなのでね、日曜の夜中近くには編み物ができるぐらいまで回復していて、でギリギリ2周目の靴下が完成したっていう感じ。そんなにね無理して編んだわけじゃないんですけど、やっぱりなんか編み物できるってことは回復したんだなみたいに自分でこう実感するっていう感じですかね。編み物もできないっていうのは相当ひどいんだなっていうのがやっぱりねバロメーターみたいになってるので、日曜の夜にやっとちょっと編むことができる、編みたいなって思えるぐらい回復して、月曜日にはもう普通に編み物しているので、まあ、ちょっと完全復活まではいかないんですけど、丸一日ぐらいね、ほぼ食べてないっていう状態だから、胃がね、びっくりしちゃうので、少しずつ慣らしていかないとって感じなんですけど、こんな風邪とかじゃない体調不良もありますので、皆さんもね気をつけてお過ごしください。体調崩した私が言うのもなんですけど、本当にね編み物ができる元気さとか気持ちの余裕とか健康とかってあるからね、感謝して日々に感謝していきたいと思います。無理せずね、楽しく過ごせるように無理しないようにしたいと思います。こんな感じで元気なピンクでこちらの靴下をね編んで合わせていきたいと思います。ということで今回は、2週目の靴下のご報告となりました皆さん本当に同じくですが、体調気をつけて過ごしましょう。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。